YouTube、今回の動画なんですけど、普段僕がお世話になっている、スプリントコーチの秋元慎吾さんが行っているオンラインサロンの、チーターの座談会に先日参加してきたので、その様子を皆さんにお見せしたいと思います。ためになる話が、たくさんあったので、ぜひ最後まで聞いてください。チーターメンバーの皆さん、ゲストの皆さん、こんばんは。今日はもともと僕がやってるチーターのこのオンラインサロンの第4回のミーティングっていう日だったんですよね。参加者今100人ぐらい、今僕のオンラインサロンのメンバーいるんですけど、みんなでこう事前にアンケート取ってですね、なんかそれに対してこう走り方をフックにいろんなことを議論したり、トークしたりっていうのをやってるんですけど、で今日たまたまプロアスリートとかコーチの方が集まったんで、なんかせっかくだったらちょっと座談会みたいな感じでしたいなと思います。内川さん、変態しかいないけど大丈夫ですか？引き続きダメでしょ。前回練習日誌書くか書かないかで30分ぐらい盛り上がったもんね書いた方がいいのかアプリがいいのかみたいなだけで相当盛り上がったからということで、今日ちょっとテーマを理想のコーチングっていう風にちょっと大きく振ってみたんです、ね、なんか皆さん一人一人なんかここで自分自身転機があったみたいな、なんかこういう努力をしたからこういう結果が残せたみたいなエピソードって結構あると思うんです。コーチにこの場面でこう言われたからこう変化したみたいなエピソードってあんまなかったんですよ。なんでちょっと皆さんそこをなんか思い出してもらって、もちろん努力したのは皆さんなんですけど、なんかそこのヒントを切り開いてくれたコーチの話をちょっとまず聞いていきたいなっていうところで、常連内川さんハードル高い最初ね。ヤクルトのコーチから杉村さん。ああ、杉村さんね、うん、コーチとの、ヤクルトファンの神野くんがめちゃくちゃうなずいてます僕もわかります。わかりますか？はい、コーチとの出会いがこう大きかったみたいなのをやっぱり本とかで読んでいて、はいはいはい、印象に残る助言とか深く聞いてもいいかな。まあプロ8年目の時に、まあ7年目の秋かな、でレギュラー取れなくて、でもやめようと思ったんだ野球。もうこのまま毎年こうレギュラー期待されながらレギュラー取れないみたいな、これはなんか違うことやった方がいいなみたいな。でまあ人生設計をもう一回やり直す、でもう最後1年にしようと思って、その時に杉村さんから呼ばれて、お前自分のバッティングをどう思ってるんだって。いや僕としては、まあ野球の技術的に言うとポイント前にして、強く引っ張ることが僕の特徴だと思ってます、これができるから僕いいと思ってますって言ったら、バカかお前はって言われて、ヤクルトはお前をそうやってアウトにしようとしてるんだぞって言われた。前の年まで杉村さんヤクルトにいて、その年から横浜のコーチになって、お前自分が長所だと思ってることが相手はそれを短所だと思って攻められてるのに、そもそも打てないだろうみたいな話になって、そうですね、まあ自分が長所だと思ったことを短所だってはっきり言われてしまうと、もうこれもちょっと自分で意識を変えざるを得ないなっていうところまで持っていかれたというか、自分の中でこうポイントをなるべく近くして、フェアグラウンド、フェアゾーン90度をどこでも打てるようにした方がお前の良さっていうのは広がると思うんだけど、お前レギュラー取りたいんだろう、やってみるかっていう話になってやったんですよね。なので僕からすると、自分の長所だと思ってたことがお前それは短所だぞって言われてしまうと、えっていう感じにはなったよね。でもこれやるしかないというところまで追い込まれたのもあるし、杉村さんってこう強制はほぼしないから、で人をこう乗せるのがすごい上手というか、その段階ごとに、はい、まずレギュラー取るよっていうところが始まって、でちょっと打ち出したら、はい、今日も打たないと試合出れないよっていうところが始まったりとか、夏頃かな、当時青木さんと首位打者を競って、で3割5分ぐらい、3割5分、青木さんが9厘で、俺が3割5分8厘だ。で、ああ、夏ぐらいになると、またこれひっくり返されて、気がついたらまたダメなんだろうなっていう時に、ああ、お前これ人生変わんないぞ、タイトル取らないとって言われて。で、ちょうど北京オリンピックで青木さんがいなくなった時に野球は続けてあったから、だからその期間に俺がまた3割7分まで上げて抜き返したみたいな。それでタイトル取らせてもらったんだけど、その選手の状況によって、その、もちろん技術的なところもそうなんだけど、選手の状況によって、そのかける声かけとか、そのテンションの上げ方みたいなのは変わってくれたから、だから、なんかこう、どっか自分の中で自信がなかったりとか、いや、結局青木さんに負けんのかなと思った時に、いや、まあこれ人生変えんだろって一歩って言われた時に、あ、そうだ、俺人生変えるんだと思い直せたりだとか、だから答えももちろん言ってくれるんだけど、お前どうすんだっていう、こう問いかけもしてくれるっていうのはあった。なるほど。うん。なんかその技術的な、いわゆるアプローチとか練習の仕方、いろんな体勢から打ったりとかっていうのをやってたって書いてあったんだけど、うん、そういう技術的な修正と、今の話だとそのメンタルみたいな言葉だけだよね。
そうだね。だからその技術的なことだけやってしまうと、もう夏場しんどいとか、もうレギュラー争いのプレッシャーもしんどいよっていうところに多分負けてたところもあると思うし、うん、いや初めての経験だからレギュラー取って出続けるっていうのが、ちょっとそこ逃がしてよっていうところも出てきたのかもしれないんだけど、そういうこう状況というか、自分が今置かれてる立場からお前どうしなきゃいけないんだっていうのをこう問いかけられるみたいなのは、自分の中にすごく、まあ、ダーツを自分の心に刺されるみたいな、あっていう、そうだっていうのはあったかな。うん、なるほど、うん、技術的なところだけじゃなくてメンタルというか精神的なところも、うん、フォローしてくれる存在だったみたいな感じかな。そうだね。だから杉村さん2年お世話になったんだけど、1年目はそのレギュラー取るタイトル取るってところ始めて、で2年目はいい嫁さんもらうんだろうとか、稼いでマンション買うんだろうとか、田舎に土地でも買ったらお前また大富豪になれんぞとか、こう付加価値みたいなものをどんどんこう付け加えていってくれてて、今現状ここで成績を出したからお前ここまでじゃないんだぞっていうのを手にこう引っ張ってもらったみたいなところはあったね。なるほどなるほど、うん、ちなみにその3つはあの全部成し遂げたんですか？成し遂げてないね。やっぱり土地は買ってないな。嫁はもらったし、マンションも買ってないかな。家は建ったけどね。あ、そう。面白い。だから人生の転機がもう本当その期間に集約されたというか、2008年にタイトル取って、2009年に WBC で世界一を経験させてもらって、もう本当にこの2年間で自分の人生変わったなっていうふうに思う。すごい。社会に出て働いた中でのなんか印象残ってる助言ってあります？コーチングっていうか。営業だったんですけど、まあ営業はこうお客さんのところに行ってこう商談をこう制約させるために、途中のこう過程でこう本当にパソコンめちゃくちゃ詳しい人連れてったりとか、なんかそういうアサインをこう全部するんですけど、なんかそういうのをするために当時の上司に言われたのは、なんかチーム石井を作れって、社員の中で。パソコンだったらこの人、まあそういうソフトウェアだったらこの人みたいな人のとの関係をとにかくいろんな部署に顔を出して作って、そういうチームをどんどん作っていって行けってことは言われて、まあ、それは結構プロになってもチーム内外でこう自分のトレーニングだったりとか、まあ、そういう専門、他の専門外知識の人と会って、まあ、こういう場もそうですし、そういうつながりを作るっていうマインドみたいなのはそこで結構大事なんだなっていうのは思いましたね。なんか自分で抱えるんじゃなくて、分かんないことは聞くしっていう、こう分業じゃないですけど、そういうのは結構バスケットでも一人一人の得意なプレーとかももちろんあるんで、割り切りみたいなところには結構つながったかなと思います。うん、チーム石井でいうと、神野くんね、まさに今、チーム神野。そうですね、はい。今なんかすごい通じるなと思ったんだけど、なんか考え方。まあ、全く一緒の考えで、まあ、僕もプロランナーになった時に、まあ、フィジカルのトレーナー自分で雇って、うん、栄養士自分で雇って、まあ、秋元さんにスプリントコーチとして、まあ、ホーム見てもらって、まあ、メンタルのトレーナーつけて、マッサージのトレーナーつけてっていう感じで、なんか自分の本当に分からないところっていうのは、まあ、しっかり専門の人から知識をもらうっていうのはずっとやってますね、今。はい。なんか今、まさに石井さんの話が神野くんのまさにやり方にも通じるなと思って、だから石井さんはあれですよね、はい、そのバスケ界にとどまらず、結構幅広く自分でコネクションを作りながら、自分の能力を上げるためにいろんな人にこう助けを求めながらチーム作っていくっていうような、教えを社会人の時に上司から得たって感じですよね。そうですね、はい。自分の世界に閉じこもらずじゃないですけど、アンテナを常に張って社会人時代でその上司の言葉で培ったかなと思います。次宇賀神さんちょっといいですか。監督じゃなくてコーチにかけられた言葉があって、 J リーグのスタメンの人以外っていうのは J リーグの試合じゃないルヴァンカップっていう大会に大体出たりするんですね、うん、いつものスタメンじゃない人が。で、俺がその試合に出るってなった時に、よっしゃ、これここでやったろうと思って、試合出たら、もう今までのプロサッカー人生で一番ダメだったんですよ。それ終わった次の日に試合で、お前昨日何考えてたのってコーチに言われて、いやもうとにかく、もう全部俺にボールよこせと。で、ボール来たら全部仕掛けて、全部俺が決めてやるぐらいの気持ちでやってただろって言われて、いや、まあ確かに正直。で、お前の良さってそこじゃないよってそこで初めて言われたんですよ。お前の良さっていうのは周りをたくさんしっかり見れて、周りの人をうまく生かすことがお前の良さじゃないの？
お前がそう言って自分でやってやろうって思ったらもう見え見えだったよって言われた時に、俺の良さかってそこで考えて、今まではプロになるまではこうドリブルで仕掛けたりとか、もう負けん気強く仕掛けていくっていうところだったけど、それだけじゃないなってそこで初めてこうハッと気づいて、じゃあ何があるんだろうと思って周りを見たら、うわ、浦和レッズってすげえメンバーたくさんいるな。自分がやるポジション、前にも原口元気がいて、後ろには牧野智章。こんなすごいやつが前と後ろにいて、じゃあ俺が出た時何すんの？こいつらうまく活かせば俺生きれんじゃねみたいな。原口のドリブルどうやって活かそう？牧野のディフェンスの強さ、どうやって活かしてやろうとか、いろいろそういうのを考えるようになったらどんどんうまく回るようになってって、まさに石井さんが言ったように、このいいところを俺全部取ってっちゃえば、いいとこ全部取ってって俺のところにいい状態できた時に自分のプレーを出せばいいじゃん。全部自分でやろうとしないで、分からないことは俺ができないことは他の人に任せなさいよ。そしたらすごい上手く回るようになってきて、じゃあ原口元気じゃなくて違う選手が入ってきても、この人の特徴ってなんだろう、俺がこうやってやったらこの人の特徴生かせるじゃんみたいな考え方に変わってったんですよ。そしたら上手く回ってったから、今石井さんの話聞いてたら、やべえなマジこの人超そっくりみたいな多分ね、石井さんの方がそうもっと努力家な感じはするんですけど、真面目でなんか考え方とか、なんか天気になってるとこはちょっと似てるなとかね。あなたも十分努力家ですよ、宇賀さん。まあまあ、努力っていうのはやっぱ自分で努力したとかじゃなくて、人にあいつすげえよなとか、お前最近頑張ってんなとか、あいつやっぱ努力したからあいつはあそこ行けたよなって言われて初めて努力だと俺は思うんで、うん、なるほどなるほど、なるほど。で、一番自分の転機はそのプロの練習に参加するってなった時に一言ポって言われたのは、お前がドリブル仕掛けなかったらルーがないカレーと一緒だぞって。いやご飯じゃんみたいな、ライスじゃんみたいなって、それはじゃあ俺存在意義ないなと思って、よしやったろうみたいな。もうさ、なんかシャレみたいなのを めちゃくちゃ自分のプラスに置き換えられるそうですよ、結構そう自分になんか響かせちゃうタイプかもしれない今の監督とか、あの日本代表になった時もそうじゃないですか、いろいろ、はい、その辺とかもなんかないんですか、印象に残る言葉、ワード。染みたなあか、あんまないんだ。うん、ああ、でもあの平川さんっていう、平川忠明さんって去年一昨年に引退しちゃったのかな、はい、浦和レッズのレジェンドの人がいるんですけど、その人がスポーツの世界だからこうスタメンを奪い合うじゃないですか、自分とポジション一緒なんですけど、その人がスタメンで試合ずっと出てるときに、俺が出てない俺に、お前いつまで俺試合で出させるつもりだ、早く俺がポジション奪ってみろよって言われたのは響いたから、すごいこんなかっけえ人いいんだと思って、もう俺はやすやすと譲るつもりはねえぞって、ただ早く俺を超えてこいって言われたのは、うわこれプロの世界に入ってもこれ言えちゃうんだみたいな、だから絶対追い越してやるわと思って頑張ったっていうのはありますね。それ結構響いたから、選手に言われたそういう言葉が原動力になるっていうパターンか。それはもう若いやつとかにすごい最近いいからとかじゃなくて、ちゃんと今のは俺の考えとしてはこうだよとかアドバイスするようにしてます。いいね。次、神野くんはね、 YouTube 見て面白かったのが、中学時代の恩師の印象がほぼないみたいなないですね。いや、恩師じゃないそれメニュー言ってさよならみたいな感じの人だったんでしょう。陸上は結構、まあ、高校でも大学でもなんだろうな、響く言葉とか、なんか技術的なコーチングとかあんまりないですね。このエピソードとかもやっぱり一気にでかい夢とかを立てるんじゃなくて、目先のこと一歩一歩みたいなところで自分をなんかこう律して達成してったみたいな、結構陸上選手そういう人多いと思うんだよね。で、はい、神野くんが、まあ、青学行ってから一気にガンって行ったと思うけど、なんかもちろん原さんの話とかじゃなくてもいいんだけど、なんか過去にそういう印象のコーチングの話ってあるかな。コーチングとちょっと違うかもしれないんですけど、なんか僕は人生振り返ると、まあ、高校進学と大学進学のタイミングで結構人生変わったなっていうのがあって、まあ、高校の時も、まあ、中学の実績って僕ほとんどなくて県大会にも行ってないレベルだったんですけど、まあ、高校の中京大中京の監督から、まあ、走りがいいからぜひうちに来ないかって誘われて、まあ、自分のレベルでは確実にその中京に入れるようなレベルではなかったんですけど、まあ、その一言で、まあ、入って、で、まあ、大学進学の時も高校の実績は、まあ、一応インターハイは行ってたんですけど、あ、インターハイは最後行ったんですけど、まだ何の実績も出てない高校2年生の段階で原監督から、あの君は絶対これから伸びるからぜひうちでやろうって声かけられて、いいタイムが出て、まあ、青学入ったんですけど、なんかその時になんか自分が嬉しかったのは、なんかタイムが出てからいろんな大学から誘いって来たんですけど、なんかそうやってタイムがあって、
神の大地っていう名前があってみんなこう誘いに来てくれたと思うんですけど、原監督の場合はその名前も知らない、僕の実績とか、まあ、何秒で走るかもわからないけど、なんか夜こう宿舎にわざわざ会いに来てくれて、君の名前は何て言うんだっていうところから、まあ、勧誘が始まって青学の進学が決まったんで、タイムじゃなくて、まあ、自分の名前とかがあってじゃなくて、なんか純粋になんか自分の走りに対して君は絶対速くなるって言われた一言っていうのは僕の人生をなんか大きく変えてくれた出来事だったかなって思いますね。原さん伝説みたいなの結構聞いてきたじゃないですか。なんか、はい、すごいよね、そのなんか選手を見る目が。なんか箱根とかでもなんか選手が予想しないオーダーとかをやっぱ監督が組んで、それをみんなまあバッチリこうアン配置を当ててくるっていうのはやっぱ原監督のすごいところですし、だから僕も原監督に大学4年間で技術的なところっていうのはあんまり、例えばホームとかっていうのはじゃあ修正されたかったりとそういうのはなかったんですけど、原監督から教えてもらったことっていうのはなんか半歩先の目標をあのクリアしていこうっていうあの教えをいただいて、なんか大きな目標を立てるのもすごい大切なことなんですけど、なんか大きすぎると一歩進んでるのか、まあ、進んでないのかもわからないっていう、半歩先の目標ってクリアしていくと、まあ、クリアしてクリアしてクリアしていくと気づいた時には一歩も二歩も進んでるっていう、なんかそれで大きな目標に近づいていくっていう教えだったので、月ごとに半歩先の目標を書いて、まあ、それを確実にクリアしていくっていう、本当進むのは半歩ずつで地道ではあるんですけど、確実にそのクリアできる目標っていうことに対して、まあ、向き合っていくっていう、なんか陸上ってすごいモチベーションが大事で、結果が出ないとまた練習へのモチベーション下がっていくんですけど、その半歩先の目標だとクリアできるんで、またそのクリアできた旨味を感じたいなっていうので、また半歩先の目標に対して向き合っていけるっていう、原監督から教えてもらったんですね。あ、なるほどね。で最後ちょっと唯一の現プロコーチ小田君にいろいろ聞きたいんですけど、実際プレイヤーだった時のなんかそういう印象残ったコーチングってあったの？実際あんまりなんかコーチつけてない印象があったから。そうですね、で今質問いただいたんですけど、もともと僕現役時代コーチつけてなくてですね、高校から大学卒業も富士通ってチームでやってたんですけど、その時もコーチなしで全部自分でやってたんですけど、まあ、でもやっぱり陸上始めたのが高校からだったんですけど、高校の時のコーチがいたんですよ。その人がいつも一緒に走ってくれる人だったんですよ。一緒に走ってくれて、野球とサッカーやってたんですけど、野球ってこう上下関係とかルールとか部活めっちゃ厳しいじゃないですか。監督水飲んでたら怒られるしすぐ走らされるし、そういう中でスポーツをずっとやり続けてたんで、コーチの人が一緒に走ってくれるとか、あとなんか僕始めたばっかのに全部自分でメニュー考えさせてくれてたんですよ、コーチが。でもなんかそういうのがなんかすごいこう、すごい楽しくて。僕がなんかその陸上をなんで続けたかっていうと、なんかそこの、なんか全部自分で決めてよくて、で、その結果が全部自分に返ってくるみたいのが、サッカーと野球とすごい違って、なるほど。面白いなと。もちろんそのサッカーと野球とそのチームメイトを生かすとか、チームメイトとのコミュニケーションとか、すごいいろんなことも学んだんですけど、僕全然上手くなかったんで野球が。でもなんかセンター守っててピッチャーがストライク入んないとムカつくわけじゃないですか。その自分がすごい嫌だった。その下手くそなのに嫌な自分がすごい嫌で、陸上始めたら全部自分に返ってくるから、こんな面白いスポーツないな。だからなんかそのコーチングは僕にとって、まあ、なんかこう自由にやらせてくれるっていうのはコーチングだったんで、今だからコーチやってて、自分がやってきたコーチングしかできないんだ、いや、受けてきたコーチングしかできないんだなって思いますね。ああ、それも分かる。なるほどね。うんうん、結構、横田君のエピソードで俺はすごい好きなのが、アメリカに行ったじゃない。はい。その時に俺、一回ナイキのイベントでも一緒に話させてもらった時、すごい印象的だったのが、そのコーチが、その今、横田君の強みを考えなくていいと。もう 俺に任せとけばいいから、お前はその練習やれよみたいなのがすごい合わなかったと。なんかそのパーソナリティをお互いすごい大事にすることを自分は大事にしてたから、それがものすごい違和感があったみたいなこと言ったのがすごくやっぱり印象的 でまさに今横田君の指導とかコーチングって、まさにその選手一人一人と寄り添って選手に合ったメニューを提供してるっていう印象。そして一番今の話で決定的だったのが、横田君が自ら引っ張るじゃないですか。
ああいうのが選手にとっていいのかなっていうふうに思うんだけど、まさにそれもあれだよね、自分がやってきたことをやってるってことでしょ。そうですね、アメリカの時は本当に自分、お前の仕事走ることだから余計なこと考えんなみたいな感じの指導を受けてて、もう全然合わなくて、僕が球場をやってた原点っていうのは、その自分で考えて自分をモチベートしてやっていくっていうのがやっぱり原点だったんで、理解してやるっていうのが原点だったので、まあ、そこがやっぱりアメリカの時すごいもどかしかったですし、やっぱり今特に大事にしてるのは、なんかこう陸上とかってなんかメニューとかってパズルみたいなもん持ってるんですよ。で基本的になんかこうやらなきゃいけないこととか、今この子がやるべきことっていうのは結構誰にでも、まあ言っちゃ悪いですけど、なんとなくわかるんですよ。さっきの内川さんと宇賀神さんの話じゃないんですけど、そのタイミングってすごい大事だと思ってて、例えば内川さんがその自分が長所だと思ってるのって実は短所だよっていうのも、もしかしたら言われてたことかもしれない、そのそれ以前に、宇賀神さんのも周りを生かすのがお前の良さだろうみたいのも、なんかどっかでもしかしたら言われてたかもしれないんですけど、誰が言うかとかどういうタイミングで言うかっていうのが、そのどんなに正しいことでもすごい大事だなと思っていて、でそれをの角度を上げるっていうのは僕はコーチングだと思ってるんですよ。なるほど。だから そうするとやっぱりその対象をどれだけ理解するかっていうのがやっぱりすごい肝になってきて、そこがやっぱりそのいくらテクニックとかどんな生理学とかを学んでても、やっぱ相手をきちんと理解できないとコーチングができないのかなって普段大事にしているところ。ちかさんとかどう、やっぱりいろんなコーチ会ってきて。そうだね、まあそのコーチとして教えることとか、そのアドバイスすることも大事なのかもしれないけど、やっぱ受け取る側の準備っていうのもやっぱ必要かなって思うよね。今、この年齢になってくると、やっぱり年下がコーチになったりとかするんだよね。周りの人って、いや、年下がコーチってどうですかみたいな、やりづらくないですかみたいな。いや、でも、むしろ、年上で、去年までやったことない人がいきなり来て、お前の守備こうだぞとかバッティングこうだぞって言われるんだったら、一緒にやってた年下の人に、いや、もうちょっとこうした方がいいんじゃないですかとか、もうちょっとこうしたらこうなりませんかって言われる方が、俺はいいなって思うから。だから、年齢とか、その、やってきた経歴とかっていうことも、まあ大事なのかもしれないけど、それよりも、どうやってその、コーチと選手とか、どのタイミングで信頼関係を築けるのかっていうのはすごく大事だと思うよね。だから同じこと言われててもお前が言うんじゃねえよって思うことだって選手からしたらあるだろうし、だから横田さん言われたように、どのタイミングでどういう言葉をかけてもらえるのかっていうのは、まだやっぱ現役の立場からするとすごくなんかこう考えさせられるというか、今それ言うっていうのもやっぱいっぱいあるんだよね。向こうはそうじゃなくても、向こうはそう思ってなくて、チームスポーツだからさ、やっぱり野球って今それ言わなきゃいけないとか、うん、このタイミングでそれ言っちゃうとかってこともやっぱりあるんだよね。わかるよわかるよ。どのタイミングでどういう言葉をかけてほしいのかっていうのは、本当になんか人それぞれ違うんだなって思った時に、団体競技であっても一個人として見てもらえる人の方が信頼関係は作りやすいなっていう気はするね。なるほどなるほど、うん、なんか陸上とかだとまたこれ数字とかタイムとかで出ちゃうから。陸上は陸上指導者に多いのって、まあ、自分がこれをやってきたからお前もそれをやればこのタイムが出るみたいな知恵が結構あって、まあ、こういう練習をしてきたからこのぐらいのタイムで走りたいんだったら、お前もそれをやらなきゃ出ないよっていう感じだったんですけど、でも僕はそういう指導を受けた時に、ここでしっかりその意見を聞くことはしてたんですけど、でも僕の中で思ったのは、いやその人は、その監督はその監督だし、神の大地は神の大地だしっていう、なんか僕はあなたじゃないしみたいな、僕はそういう印象を受けたんで、だからこそなんかプロランナーになって、自分自身が信頼できる人、まあ、自分で雇ってとか、あとは自分自身に向き合ってくれる人、まあ、神の大地にはこういう練習、神の大地にはこういう方も目指していこうとか、なんかその僕と向き合ってくれる、こう陸上ってすごい本当にみんなで集団で練習したりとかすると思うんですけど、やっぱ一人ずつ練習の、なんだろう、こういう練習をしたら上がっていくとか、全然違う部分が多いんで、とすごい向き合えるのが僕は大事にしてる部分ですね。なるほど、コーチとしてね。はいというかね、なるほどなるほど、はい、宇賀神さんとかどうですか。まず信頼関係を築く準備をするのが大切なのかなって、俺コーチになったことがないか分かんないですけど、うんうん、俺がもしコーチになるとしたら、まず人の話をよく聞けっていうこと絶対
で、人の話を聞いて、俺スクールで言ってるじゃないですか。もう言ってる。人の話を聞いて、自分の頭で考えて、自分の言葉で発言しなさいって。だからその、傾聴力、思考力、主張力って、その3つがすごい大切だと思ってて。なるほど。で、俺はすごい大切にしてるのは、とにかく人の話をよく聞くこと。で、それを自分で考えることっていうのをすごい大切にしてて、どの監督、まあ、本当に、今まで5人ぐらいの監督とやってて、まあ、すべての監督のもとで、まあ、使ってもらえてるの秘訣は何ですかとかよく聞かれるんですよ。うん。いや、とにかくもう、監督の話をよく聞くことです。それが戦術理解に絶対つながるし、よくあるのは、自分のポジションのコーチングをされた時にしか話を聞いてないとか、まあ、サイド話以外の、フォワードの選手に指導をしてるときは、水を飲んでたり、他の人の話してるやつはたくさんいるけど、俺は違うよと思ってるんですよ。フォワードの人に求めてることを俺が聞いてれば、あ、フォワードの人はこういう動きをしてボールを受けたいんだなとか。だったら自分はこういうふうにフォワードを活かせば、コーチも、あ、動きに分かってるじゃん、この動き。このパス出すの分かってるじゃんって絶対思って、あ、こいつ戦術理解してるなとかっていうふうになるじゃないですか。だから、その、どういう言葉が響いたかっていうことを考えられる人を作ることがまず大切。コーチングとして、自分がなんか名言残すとか、心に響く言葉を残してやろう、なんかいいこと言ってやろうじゃなくて、まず自分が普通にコーチングしてることが、選手の中に響くような準備をすることが大切かな。それこそ横田さん言ったみたいに、他のヒロが言ったかもしれないじゃないですか、どっかのタイミングで。で、タイミングよく、たまたま良かったからこの人の名言になっただけで、その時の、じゃあそれを言葉を名言として捉える自分の準備ができてるかどうか。だと俺は思うんで、それをコーチの人は、そういうことを考えられる人間に育てることが俺は大切なのかな。いろんな横田さんの話とか、内川さんの話とか、みんなの話聞いてて。で、俺は結構、その人の言葉を拾って自分のプラスにする人だから、それを準備、できたというか、勝手にそういう人間になっただけなんですけど、そういう考え方にする方が先かなって俺は話してて思っちゃったっす。